ドリンザーはドイツ南西部のビネンデンに本社を構えるチューニングカーメーカーである。事業内容としては自動車部品の製造販売とコンプリートカーと呼ばれる完成車の販売が主となっている。設立の経緯からメルセデスベンツとの関連が深くコンプリートカーについてはメルセデス車が多数を占めている。近年はレクサス車のチューニングについても取り扱いを行っている。 自動車部品の主な製品としては、アルミホイール、エアロパーツ、旧排気系部品、サスペンション、シート等のインテリアパーツなどがある。ドイツ本社では前述の事業の他に、コンプリートカー製作で培ったノウハウを活かした、クラシックカーをフルリストアする部門も設立している。世界42カ国で展開を行っており、その中でもヨーロッパ、アメリカ合衆国、 日本の他中国、ロシア、ウクライナ、アラブ首長国連邦、クウェート、サウジアラビアが主要な地域として挙げられる。日本においては、ロリンザー・ジャパンが正規輸入、販売を行っている。ロリンザーの、コンプリートカーロリンザーの起源は1930年に遡る。3月1日に、当時の自動車マイスターであったアーウィン・ロリンザーは、ドイツ南西部のバイブ人間に、 自動車修理工場を設立し、後にダイムラー・ベンツ・エジー公式の乗用車と商用車の販売代理店となり、ワークショップとサービスジェーンサービスを引き継いだ。1974年に、アーウィンは安定した成長を続ける会社の第一線を退き、息子のマンフレット・ロリンザーに社長の座を譲る。百七十六年に、美年電日社を開設し、乗用車、 商用車の販売の他車のチューニングを専門とするスポーツサービスロリンザーの営業を開始した。スポーツサービスロリンザーは当初チューニングエンジンの製造を行っていたが、70年代半ばから自動車のドレスアップ用の外装パーツエアロパーツの販売を開始した。1981年にスポーツサービスロリンザーは独立し、現在の形となった。2006年には、 マルクス・ロリンザーが社長に就任した。ありがとうございます。